皆さんこんにちは、フリルズです。お待たせしました、ウェディングピーチスペシャルビデオサマーエンジェル in 96、 いよいよ始まりです。首を長くして待っていてくれてる人もいっぱいいると思うんですけれども、キリンさんとかそうでしょうね。長いものには巻かれるって言いますからね。そうですね、山村さん。そうですね、ゆかのしやん。いてなんでやねん。はい、そういう話はまだ後でゆっくりということでですね。はい、とりあえず、フリルズ4人のメンバーを紹介したいと思います。まず私、ウェディングピーチ花咲桃子役の氷上京子です。そして続いてはミヤム。はい、玉野ひなぎこことエンジェルデイジー役の宮村優子です。そして次はゆかなちゃんです。はい、エンジェルリリーこと谷間ゆり役の野上ゆかなです。そして次は今井ゆかちゃんです。はい、スカーレットオハラことエンジェルサルビア役の今井ゆかです。はい、というわけでですね、この4人で今回お送りしたいと思いますけれども、はい、とにかくですね、今年の夏は暑かったと。暑い、暑かったということで、毎日毎日、はい、暑いといえば、暑いといえば、言えば甲子園の砂ですよね。確かに、なんであれ違う、やっぱり暑いといえば、うん、暑いといえば麦茶ですよね。絶対違う、わからない。どうしてくれないの。まあね、今年は暑い夏、オリンピックもありましてですね、あの大変盛り上がりましたけれども、はい、はい、あの盛り上がりついでになぜ私たちここにいるかと言いますと、実はこの4人で私たち海に今やってきているということなんですよ。やったー、海海ー。はい、静かにここでですね、そういえばね、桃子たちの4人もですね、今回どうも海に来ているらしいと、そんな情報が入っています。はい、入っていました。海ですね、いいね、夏ですね。白い雲、白い雲が強調されてるんですね。そこで真っ白言うな。水着水着、お尻映ったね。あ、かわいいね。桃子たち中二なんだよね。そうなんだよね。そうだよね。あ、これは誰、これは誰の問題ショット。私これはすごいぞ。ほら、ここだけ R 指定にしましょう。あ、ナンパされてる。うわ、私こんな人ナンパ来たらやだ。私も嫌だ、来る前からやだ。というわけで、桃子たちもとっても楽しそうだったと思います。ところで、今年の夏、ゆかなちゃん何してたの。私、うん、私は感じ。そうなんだ。けどね、なんか病気だったの。ひど。台本に書いてあったんですよ。とりあえずボケたら突っ込まなきゃいけないっていうね。ね、差がありますね、法則が。ところでゆかちゃんは何をしてました？はい、私はですね。
感じで、やっぱりそんなね、それはちょっと何気にそれはモテるぞってことが言いたいわけ、うん、やだ、でも、ね、もったいないような気がすごいするんですけど、確かにね、ちょっとね、いいかもしれないですね。私ちょっとその後でちょっと場所教えてもらってねえねえ、後で行こうと思ってないそれ、はい、行こうかな。え、2人はどうしたの？それがねもうちょっとすごい悲惨だったんだよね、うん、聞いてくれる？実は それぞれにいろんな夏だったと思いますけれども、うん、やっぱり今年の夏何より印象深かったのはですね、私はやっぱりあの8月18日にやったコンサートですよね、
聴いていただきました曲は、季節がくれたジュエルといいまして、CD の時ですね、 CD ドラマの時に、歌った曲です。でですね、テレビシリーズを応援してくださっていた皆様方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、今までね私たち3人でフリルだったんですけれども、今回からは4人サルビアが入りまして4人になりました。はい、名前も名前も変えてはい、変えてというか付け足してフリルズになりましてですね、その4人目の愛天使の、ゆかちゃんをもう一度呼んでみたいと思います。皆さん一緒に呼んでください。せーの、ゆかちゃん。はい、よろしくお願いします。サルビアなんですけれども、はい、サルビアは歌があるんですよね、うん、そうですね。ではい、あります。はい、ちょっと今間がとりあえず出てきていただいたのでせっかくなので、はい、まずですねゆかちゃんのその歌を歌っちゃうんですよね。はい、はい、では、はい、早速歌っていただきましょう。今井ゆかちゃん、1億1の奇跡。心の果てで聞いた私を探す声、出会った時にわかるきらめき信じたい、吐息に引き裂かれた運命が今つながる、抱きしめた腕に力を
んが裏ですごいこと言ってた。何？何？あ、言ってみそう。違うの。何か何も知らない。嘘。クリーミーがなんで？がね、クリーン牛って聞こえたの。うわーい。ごめん。ごめんなさい。悪気はないのですみません。でもね、テレビシリーズ終わってもう。5ヶ月経ちましたね。赤ちゃんだともうそろそろ半分ぐらい半分ぐらい、うん、何がよくわかんないけど。でもさ、でもテレビシリーズの中でさ、ほら、桃子とかひなずきとかゆりとかでもほらね、名台詞みたいなのがあったじゃない、うんうんうん、1話のですね、テレビシリーズの第1話のですね、頭に出てくるですね、オーディションにもあったですね、ポテキュンというセリフがですね、どうしてもうまくいってなくて、オーディションにもあったんですよ。それがね、うん、なんか監督が、あのラストのテレビシリーズのラストの方にも入ってるんですよね、確かね。で、その頃と変わったって言ってくださったんで、うん、あれすごい嬉しいとか思ってて、うん、そしたらそれをここでやってみろって、うん、それで言われたんですよ。ね、ね。3、2、1、キュン。第1話のポテキュン。ポテキュン、かわいい。で、次は、あの最終は近くのポテキュン、ポテキュン、で、ビデオのポテキュン、ポテキュン。違うね全然違うね全部違うよ。すごい違うね、全部違うよ。うん、ふむふむ。で、これよろしいでしょうか。で、あ、あ、なんかライブショーというよりトークショーになってしまいました。で、あのせっかくまた4人揃いましたので、ここら辺でまた一つ歌を聴いていただきたいんですけれども、うん、はい、うん、これもあの前はフリルで歌っていましたが、今回はゆかちゃん入って、うん、フリルズで歌います。聴いてください、はい、モノクローム96。答えね、本気だ。
がとうございました。ありがとうございました。ですね、今回素敵な演奏をしてくださいました、ご紹介します。キーボードの白石さん、そしてギターの中村さんです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いや生演奏で歌っちゃったよね。本当になんかすごく ね綺麗でね、初めて聞いた時なんかでも思ったんですけど、はい、数々 CD が出ていますが、はい、この間も出たんですよね、はい、真夏の夜の、ミステリー、ああ、ね、ドラマの方ですね。ドラマ入りましたね、そこにね、一曲ね、そうなんですよ、入っていてね、はい、はい、ポタモスの歌、じゃあその中に違うその中に入っている、きょうちゃんの歌、はい、歌っていただきましょう。はい、入ってください。恋はプリズム。期待してたドラマが
ありがとうございます。これは恋はプリズムという曲なんですけれども、今出てきてくださってコーラスを歌ってくださいました中島えりなさんです。こんにちは、中島えりなです。お久しぶりです。はい、覚えててくださっている方もいるでしょうか。よかった。いや緊張した。はい、えりなさんといえばですね、テレビシリーズのオープニングウェディングウォーズを歌ってくださっていたんですけれども、今回ですね、はい、この恋はプリズムの作詞を作詞をさせていただきました。ひかみさんのどうもありがとうございました。ありがとうございます。ひかみさんはすっごく清純な乙女って感じで、いつも明るくてみんなを元気づけてくれてるって感じなんで、もう元気で前向きな歌にしようと思ってこの恋はプリズムを作りました。で、あと、まあ、恋はプリズムなら愛は炎ということなんですけども。そうなんですね、はい、愛は炎、ウェディングウォーズの主題歌歌ってくださってたんですけど、早速歌っていただきましょう。はい、はい、中島えりなさん、ウェディングウォーズです。傷つき今遥か空見上げ
ありがとう。高くなり響く どこまで続くの時はハプニングのパーティー今の曲はですね、オブイ
水泳の新オープニングメリーエンジェルです。はい、で今回は私たちでハモったんだよね、うん、そうなんですよね、うん、ちょっと下のパートの人、はい、あ、はいはい上のパート、はい、はい、で歌ってます。はい、家帰ってゆっくり聴いてみてください、はい、うん、せっかくお色直しもしたから、はい、そうですね、はい、またもう一曲歌いたいと思います、うん、次の曲へ、うん、はい、うん、これはね、ちょっと趣向を変えてみようかななんて思って、はい、やりましょう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 、ではバージンラブ。そう忘れられないの、嫌いになれない、どんなに傷ついても、51話という長い長い話をですね、桃子というキャラクターで、一緒に時を過ごさせていただきまして、でね、普通テレビが終わったらもうさようならなんですけれども、こうやってなんか
また OVA で、続くというのは非常に嬉しいなと、一つの役に長く関わっていけるのはとても嬉しいことだと思っていますが、ユリたちも本当に1歳年を取りまして、5年後とか10年後とか本当に年を取っていくんでしょうか。でも一緒に生きていけたらいいなと、初めてねこんなに長く一つのキャラクターと付き合うきっかけがあって、それでなんか一緒に年取れたらいいなぁなんてちょっと今思っています。そうだね、テレビでの思い出の話とか自分でしようかなと思ってたんですけど、今日の今までのここまでのライブの途中でですね、モノクロームさっき歌ってる時にですね、ね3人の声聞きながら全体的にねあれしてて、あー幸せだなーって思っちゃって、なんかちょっとねちょっと何言ってんだおめーとかって言われそうなんだけどね、すごいちょっと涙出てきそうになっちゃったなみたいな感じで、声優というお仕事をやるにあたってですね、ウェディングピーチは特に自分だけの必殺技が持てたことがすごい嬉しいです。ウェディングピーチ、これからも私たちフリルズになりまして、作品の方はもちろんですけれども、こういう形でももっともっと頑張っていきたいと思いますので、どうか1階の方、2階の方、3階の方、これからも応援してください。お願いします。では最後の曲聴いてください。OVA エンディング、スイートリトルラブ。何もかも新しく感じ
ね、あの8月18日のコンサートね、盛り上がりましたね。なんか真夏の祭典って感じでしたよね。本当にたくさんの方々がね、来てくださったしね、すごい感動しました。すごい感動しました。また絶対やりたいです、やりたいですね。はい、あの今度またで、うん、あのやれるように頑張りましょう、うんうん、頑張りましょう、頑張りましょう、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、ウェディングピーチとフリルズ、皆さんこれからも応援よろしくお願いいたします。応援してくれないとウェディングピーチはとってもご機嫌斜めだわ。お、得意の決めポーズですね。もちろん。というわけでですね、あの近いうちにまた皆さんとお会いできることを願いつつ、今日は一旦お別れしたいと思います。それでは皆さん、